とにゅちゃんでーす。さて、本日はですね、私のインスタグラムの加工方法を皆様にご紹介したいと思います。それでは、レッツラー、インスタグラム。はい、ってことですね、こちらが私のインスタグラムでございます。私は基本的にちょっとね、こう色の薄いというか、なんか昔っぽい感じの色味が好きで、ちょっとね、こういう感じにしてるんですけど、かつこういうね、私みたいに明るい髪色とか、こういうリップとかは明るく発色したいっていうのが私の加工方法でございます。はい、ってことですね、私が大体写真加工で使っているアプリがこちらでございます。まあ、大体このピックスアートっていうので、こうね、絵描いたりとかしてるんですけど、色味をね、変えるのはこの VSCO って書いてあるこのビスコっていうアプリを使っております。じゃあこれを使って今日はね、私の画像加工方法を皆様にご紹介したいと思います。はい、じゃあね、まずはこんな感じでこれを開けたら、ちょっと今回私はね、ここサムネが入ってるんですけど、サムネの色もここで変えてます。はい、じゃあまずこのね、プラスボタンを押して、はい、こんな感じで画像がいっぱい出てくるんですけど、ちょうどクリスマスの画像を編集したかったので、これかな、そう、これをちょっとインスタに上げたいので、加工したい画像をこうやってね、押してインポートを押します。で、編集するときはここのボタンを押して、そしたらこんな感じで出てきます。で、まあこんな風にね、フィルターの色を変えれるんですけど、私は全部自分でやっていきます。で、またさっきと同じ、なんか団子を串に刺さってるみたいなやつを押して、まずはですね、明るくしていきます。で、この明るすぎるのもマックスにしちゃうと結構もう完全に白飛びちゃって何も見えないんで、ちょうどいい感じのとこぐらいで、だいたい 1.9、2.0 ぐらいのとこでこんな感じで明るくします。で、その次はですね、ちょっと暗い感じにしているのはこのコントラストっていうんですけど、コントラストを結構グッと下げます。だいたいマイナス 2.567 ぐらいかな。はい、こんな感じで下げます。で、シャープ処理っていうのはこれを押すとね、ドゥーンとやると分かりますか、なんか線が一本一本はっきりするんですよ。このね、シャープをね、することによってすごい写真が綺麗に見えます。だから私はだいたいいつもこのね、 5.5 ぐらいまでしたら OK で、こんな感じでございます。こんな感じでもう全然違いますよね。次はこのセントですね。セントっていうのはもうそのままで、こうパキッとした色をはっきり見せてくれるものでございます。はい、こんな感じでぐんぐんぐーんと上げていきます。はい、こんな感じですね。やっぱ赤とかがね、はっきりしてる方がやっぱ写真は可愛いですよね。はい、こんな感じでしたら、お次はシャドウ、ハイライトシャドウもちょっとずつだけ私はいじってます。ちょっとだけいじって、シャドウっていうのはこんな感じで結構ぼやけるんで可愛いですね。この加工はちょっとだけシャドウは濃いめに入れます。はい、こんな感じでいじったら、飛ばして飛ばして、今度はですね、私結構レトロな感じに写真したくて、このね、こいつを押してあげます。こいつを押したら、ちょっと目いっぱいしますね。したら分かりますか、なんかこんな感じでこのね、ちっちゃいブツ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 みたいなのがつくんですよ。これがね、ちょっと写真が古い感じ、レトロな感じに見えるんで、まあ、あんまりやりすぎるとちょっと汚くなるんで、私はこれをね、ちょっといつも実は 1.5 ぐらいでかけてます。はい、これですね。で、最後にフェードをちょっとだけかけてあげて、まあこんな感じでね、いつもこうやってちょっと見ながらやってるんですけど、まあ今回この写真は、はい、こんな感じですね。で、これを保存して、保存するときはここの点点点を押して、カメラに保存する。で、実際のサイズ、はい、こんな感じで完成でございます。まだこの写真はインスタに上げておくので、よかったら見てみてください。はい、ってことですね。お次は人じゃなくて物の加工でございます。まあ、こんな感じでこの写真があるんですけど、まずまあこれも一緒です。明るくしていきます。はい、こんな感じですね。で、一緒でコントラストも下げます。この辺は一緒ですね。シャープを上げます。はい、で、ここでございます。ここでね、再度上げてしまうと、あのね、私の手が明るくなっちゃうよ。だからこれはね、もう本当
当に気持ちぐらいで 0.6 ぐらいにしておきます。ここでね、物とかをあげちゃうと、まあこれは私の手が映ってるんで明るくなるんですけど、白までちょっとパキッとなりすぎちゃうんで、こういう物の時はほんと気持ちぐらいにしといて、まあちょっとだけいじるとしたらこのフェードをね、ちょっとかけてあげるぐらいで、なんかあんまり物とかの色変えちゃうと、商品その自体の色が変わっちゃうんで、なんかちょっと変な感じに私はなるっていうか気になるんで、私は物を加工する時はあんまりいじりません。はい、ってことでいかがだったでしょうか。これが私の加工方法でございます。まあこんな感じで私はもうね、画像加工するのが大好きで、もうほんとね、インスタ大好き大好き人間でございます。だから結構最近インスタは力入れて更新していこうと思うので、よかったら皆様チェックしてみてください。今日の動画を見ていただいてどうもありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。 Twitter、Instagram、ウェアもやっているので、よかったらフォローしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。